皆さんこんにちは。本日はこちらのウーパールーパーのお引越しをしたいと思います。お迎えしてですね、大きさが 1.5 倍ぐらいの大きさになりましたので、今入ってる水槽だと少し小さいので、45センチの水槽が今一つ余ってますので、そちらにお引越ししていきたいと思います。で、私ウーパーちゃんのお引越し初めてなので、とりあえずね、ちょっと多めに見ていただけたらと思います。大きな心でよろしくお願いします。で、まず何からやっていこう。一応新しい水槽にですね、今日の朝もうお水を入れておきました。で、こちらのウーパーちゃんを移動させれば、水温はね、同じ室内に置いてあるので同じかと思いますので、はい、で何からやっていこう。まずね、この外掛けのフィルターですね、これをちょっとどかそうかな。はい、どけていきます。ありましたコンセント、これやっと見つかった、はい、これどうすればいいんだろう。ですね、こちらのね、外掛けのフィルターはですね、新しい水槽でもそのまま使おうと思っています。ジェックスさんのものですね。なんか水槽買った時についてたので、ウーパーちゃんにこれ使ってます。でこれはね、いただき物なんですけど、最初はねこれで十分だったんですけど、ウーパーちゃん結構大きくなるのが早いのでね、あっという間に大きくなっちゃった。お引越しだよ。あ、このあと水温計がここにあるんですけど、ちょっと見えないか。はい、水温計、これも外していきます。ね、あとはちょっと水減らしていこうかな。こういうあのポンプのやつ持ってるんですけど、今ちょっと近くになかったので、あの原始的なやり方で水を減らしていこうと思います。魚の金魚とかすくう網にもウーパーちゃん入んないですからね。ちなみに今日腹ペコなんで、まだ あえてご飯あげてません。新しい水槽に移ってもらってからご飯をあげるとこも取っていきたいなと思います。うん、だいぶね水抜けましたね。すいません、ちょっとカメラの設定を変えました。背景がねボケるように設定されてたんで、ちょっとはね見えやすくなったでしょうか。はい、きっとねびっくりしてるでしょうね。なんだろう、何が起こってるんだろうってね。どうやって移動させようかな。これね、お魚さんよく見ますよね。これで救えるのかな。あ、入るか。入りそうですね。ちょっと今日はこれで、本当はね、これでこの中に入ってもらおうと思ったんですけど、なんかちょっと救いづらそうなんで、これでね、ちょっと傷つけないようにお引越しさせていきたいと思います。こちらがですね、新しいウーパーちゃんのお家になります。今のお家の、まあ、1.5 倍以上はあるかなっていう感じですね。で、今水道水を入れてあるので、こちらのジクラウォーターさん、ウーパーちゃん用ですね。はい、これを水10リットルにあたり10ミリが基本です。10ミリ蓋10リットル、10ミリ、15ぐらい。ちょっとね、お水混ぜ
れて、救えるかな怖い、飛び出たりしたらどうしよう。あいちゃん、ごめんね。おー、びっくりだね。はい、行くよ。出てこない。おー、びっくりしてる。大丈夫？大丈夫？あ、すごい広くなりましたね。あ、すごい泳いでる。はい、すいません。アイちゃん、あ、ちょっと動き出しましたね。一応ね、水温は大丈夫なはずなんですけど。あ、ご飯食べてる。かわいい。かわいいですね、アイちゃん。水槽がね、広くなって、すごい綺麗に映りますね。ちょっとね、フィルター洗おっかな。本当はね、もうちょっと可愛いインテリアとかも買ってあげたかったんですけど、今日ちょっと時間がなくて買えなかったんで、なんか可愛いね、あのウーパちゃんのお部屋に入れられる水槽グッズがあったら買って、また設置の動画撮っていきたいと思うんですけど、ウーパちゃんね、なんか細かい砂は入れない方が、あの、そこに入れない方がいいっていうのを聞いたので、とりあえず今は何も入れてないで飼育してるんですけど、こんな可愛いグッズあるよとかあったら教えていただけたらなと、コメントの方で教えていただけたら嬉しいと思い、嬉しいです。嬉しいです。大丈夫ですか？びっくりしちゃってるね。が動いてるな。あ、取れちゃってんじゃん。なんかこれ洗った方が良さそうな。お、壊れる。ちょっとね、今日このまま行こう。はい、ちょっと休みの日にじっくり綺麗にしていきたいと思います。じゃあご飯あげます。これはね、イベントで購入した、YouTuber さんのね、ブースで購入したメダカちゃんです。みゆきじゃない、夜桜。夜桜が3匹入ってます。ネオンテトラでね、こっちにサテライトの方にグッピーの赤ちゃんが入ってます。ちょっとね、底が汚れてるんでちょっと掃除しましょう。掃除して、ね、流木とか水草とか入ってるんで、こっちすごい綺麗に見えますね。はい、アイちゃんのね、水槽は、ウーパーちゃんの水槽はかなりシンプルでね、実は下にもメダカさん入ってます。あれ、なんか真っ暗に見えますね。え、ここはですね、これこそミユキメダカ。ミユキメダカが8匹と青コリドラスが入ってますね。はい、じゃあ下の子にもご飯あげて行こうかな。はい、ということで今日は、無事ウーパールーパーのお引っ越しが済みました。ちょっとね、もうちょっと水温注意してお引っ越ししてあげればよかったなとちょっと反省しています。少し心配なんで様子見ながら、このあとね、またあのモルちゃんとかのお掃除とかがあるんで、
では今日はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。 Twitter、Instagram、ブログも少しやってますので、そちらの方もよかったら見てください。ありがとうございます。